M71 早座にある球状星団である。球状星団としては星がまばらで球状にまとまっていないため20世紀半ばまで M71 が球状星団か三階星団かという点で意見が分かれていた。ハーロー・シャプレーは最も密集した三階星団として分類していた。インディアナ大学。 カーアクウッド天文台のジェームズ・カフィーは1943年には M68 のような集中度の低い球状星団としていたが1959年にはこの星団の色等球図が三階星団に似ていることを発見している21世紀現在では非常に緩い集中度の球状星団であるとされている双眼鏡ではやや広がった丸い星雲状に見える 口径8センチメートルの望遠鏡では、この星が見え始めてくる。アメリカのアマチュア天文家、ジョン・マラスは、口径10センチメートルで、楕円に見え、明るい肩の側は、V 字になっていると記録した。座号は、大きく拡散して球場。3.75インチ屈折40倍では星に、分かれない。8インチ150倍で10個ばかりの星が見られるとした。 後傾2 0トルの望遠鏡では、中心部が球状になっている様子がわかる。後傾3 0トルでは、中心部はまだ星に分離できないものの、周辺部は完全に分離でき見事な眺めになる。後傾4 0トルで完全に星に分離できる。1745年から46年にかけて、ジャン・フィリップ・ロワド施造によって発見された。 1772年から79年にかけて、ヨハン・ゴットフリード・ケーラーが独立して発見し、非常に青白い星雲状の光藩としている。ジョン・ハーシェルは、大変大きく、星数が多い。星の高度は11から16等と記している。写真観測でロベールは、星が曲がりくねって連なり、過剰星雲に似ている。 周囲には17等級以下の星が曲線を綴る様子は過剰運動によってできたのではないかと思われると記している。ありがとうございます。